救急の現場は今どんな状況になっているんでしょうか。井上アナウンサーです。皆さんは救急搬送困難事案という言葉聞いたことがあるでしょうか。救急隊が医療機関に患者の受け入れが可能か4回以上問い合わせ、現場に30分以上とどまってしまうケースのことです。今こういったケースが県内でも増えてきています。こちらは先月からの1週間ごとの県内の救急搬送困難事案の推移です。件数は先月の中旬をピークに一旦は減少していたんですが、年明けの新型コロナの感染再拡大に伴って再び増加に転じていまして、今後さらなる急増が懸念されています。道路上に横転し大破した救急車。先月29日、東京都昭島市の国道で救急車が患者の搬送を終え消防署に帰る途中、中央分離帯に衝突して横転し、車内の救急隊員3人が軽い怪我をしました。3人は前日の朝に出勤し、およそ17時間ほぼ休みなく7件の搬送を担当していて、運転席と助手席にいた隊員は事故直前に居眠りをしていたということです。コロナの第8波による救急の逼迫で現場ではこうした過酷な勤務が浮き彫りとなりました。救急現場の逼迫は県内も例外ではありません。福島市消防本部の去年の救急車の出動件数は1万4385件で過去最多となりました。また先月の救急搬送困難事案の件数は78件で、2020年の統計開始以来こちらも過去最多となりました。第8波を迎えて、感染者数が今までと比べ物にならないぐらい増えているというのが一番の原因だと思います。救急車を受けたくても受けられないという状況が出てくると思います。福島市消防本部では一人の隊員が何回も連続で救急車を運転することはできる限り避けるようローテーション制を取り入れ、隊員の疲労対策を行っています。一方でこれ以上隊員たちへの負荷を増やさないためにも、不要不急の119番通報は控えてほしいと呼びかけています。第8波の中、救急医療に負荷がかかり続けると本当に助けられる命も助けられないという状況になってきます。ご自分で対応できるときはご自分で対応していただくということが非常に重要になってくると思います。今の助けられる命も助けられないという言葉がありましたけれども、本当に救急の現場が今本当に深刻な状況なんだというのを表していますよね。そうですね、かなり深刻な状況となっていまして、福島消防本部では去年11月にこんなケースもあったということなんです。新型コロナの症状が悪化した高齢患者の救急搬送の際に搬送先を探していたところ、なんと病院の受け入れを18回も断られたということなんです。そして搬送先が決まるまでに2時間13分もかかりました。いや、2時間ですか。それだけ搬送先が決まるのに時間がかかってしまうと命にも関わってきますよね。そうですね、新型コロナとインフルエンザの同時流行もあったので、それだけですね、医療機関が逼迫していたということだと思います。そして緊急性のない119番通報も現場を悩ませているということなんです。実際に昨日福島消防本部にこんな通報がありました。お酒を飲んだからうちまで救急車で送ってほしい。こういったですね、極端な通報ばかりではないんですが、去年福島市消防本部が救急車で搬送した人のうちおよそ半数がですね、その日のうちに自力で病院から帰宅できる軽症の患者だったということなんです。でも井上さん、もしこう救急車を呼ぶかどうか悩んでしまったらどうすればいいんですか。そうですね、夜間にですね、急な怪我ですとか病気をした際はこちらの県の夜間救急電話相談シャープ7799まで連絡をするようにしてください。助けられる命を助けられるようにするためにも不要不急の通報はしないようにしてください。